ています。ミステリアスなキャラクターで個性派女優として知られている広田レオナさん。4度の結婚歴がありますが、吹越充さんとの結婚では色々とトラブルがあったようです。実際にどんなことがあったのでしょうか。現在の活動とともに見ていきましょう。広田レオナさんのプロフィール。本名吉田久美。生年月日1963年3月7日。出身地北海道札幌市。身長160センチ。血液型O型。学歴札幌青洲高校中退。所属事務所ジュデコン。経歴。広田レオナさんは父親が会社経営者という裕福な家庭で育ち、小学生の頃は外車で送り迎えをしてもらっていました。4歳の頃にバレエを始めると、そこからずっとバレエの英才教育を受け、高校在学中に日本人初となるベルギー王立芸術学院に合格し、バレエ留学のためにベルギーへ渡りました。そこではバレエ界の巨匠とも言われるモーリス・ベジャールさんに師事し、バレエに没頭する多忙な日々を過ごしていましたが、18歳の時に振り付け最中に起きた事故によって腰を怪我してしまい、バレエの道を断念せざるを得なくなってしまいます。失意の中帰国した広田さんですが、19歳の時に映画大丈夫マイフレンドのオーディションに見事合格。1983年に女優デビューを果たし、1991年には映画夢路で横浜映画祭助演女優賞を受賞しました。その後も映画冷静と情熱の間や妖怪人間ベムなど数々の作品で注目を集め、個性派女優として活躍しています。結婚歴が。広田さんはこれまで離婚と結婚を何度も繰り返しています。1回目の結婚は1987年で、当時歯科医大生だった一般人男性とでした。周囲からの反対を押し切って入籍し、1988年には長男を出産しましたが、夫が大学生だったため経済的に苦労することが多く、金銭面の価値観の相違によって結婚3年目で離婚しました。その後の1994年、俳優の吹越充さんと再婚しています。吹越さんの一目惚れだったそうですが、吹越さんは広田さんと結婚する直前、タレントの久本雅美さんと交際していたため、広田さんが略奪したのではないかと言われました。広田さんと吹越さんの間には長女が誕生しましたが、2005年に2人は離婚。離婚原因は吹越さんと広田さんの連れ子である長男との親子仲がうまくいかなかったことや、吹越さんの不倫が原因だと言われています。しかし離婚後、吹越さんが復縁のプロポーズをし、広田さんの両親も一緒に住めるように二世帯住宅を建てたことで、広田さんもプロポーズを受け入れ、2012年に再婚しました。最初の結婚時には長男の姓を変えたくないという理由で吹越さんが婿養子に入りましたが、2度目の時は広田さんが吹越姓を名乗るようになりました。再婚について広田さんは、私たちにとって娘が一番、長男は成人していますから娘が中心なんです、娘のためには結婚している方が不自然じゃないなと一緒に生活して分かったんですと答えており、今度は長く続くかと見られましたが、2016年に再び離婚しています。離婚後、広田さんは2度目の結婚理由について、お互いの利害関係のための結婚で、再婚以来一度も一緒に住んでいなかったと告白しました。さらに再婚したのは、娘の学校は両親が揃っていなければいけなかった、
事務所設立のために都合が良かったと話し、吹越さんへの愛はなかったと語っていました。そして離婚した後、やっぱり吹越さんが私のことを大好きだから、私の両親も一緒に住める二世帯住宅を建てたっていう美談になっているけど、実際は全然違う。うちの家は慰謝料御殿ですから。詳しくは言わないけど、慰謝料を払うってことは悪いことしたってことでしょ？でもそれはもういいんです。お互い大人なんで、と吹越さん側に問題があったことを暗に告白しました。しかし、現在は広田さんが社長を務める事務所に吹越さんも所属しており、ビジネスパートナーとして良好な関係を築いているようです。そして2018年、22歳年下の元俳優、高橋ひろむさんと結婚したことを発表しました。当時、高橋さんも広田さんの事務所に所属しており、結婚する7年前から広田さんの家に出入りしていたといい、高橋さんは体の弱い広田さんのお世話をしていたそうです。また、高橋さんは広田さんの監督作、お江戸のキャンディーシリーズに出演していましたが、2018年から裏方に移行しました。子供。広田さんの長男は元俳優の広田正広さんです。マークという芸名でドラマ、マイボス、マイヒーローや3年 B 組金八先生、ドラゴン桜などに出演していました。現在は映画の裏方として活動しており、一般女性と結婚し、子供もいるそうです。女優を目指している長女の咲夜さんは、幼い頃から親子でテレビ出演することもあり、広田さんが監督を務める映画、お江戸のキャンディー2では、父親である吹越さんと親子役で出演しました。病気に。広田さんは2021年、肺がんを患っていることを公表しました。アクション撮影のために体の痛みを取ろうと病院に行ったところ、肺がんが発見されたといい、手術を受けて肺の4分の1とリンパを6つほど切除したそうです。女優業としての復帰はすぐに難しいかもしれませんが、マネージャー業務と映画監督業務はすぐ復帰したいと意気込みを語っていました。現在は、広田さんは2015年の映画お江戸のキャンディーからは監督業に専念し、芸能事務所の社長を務めるなど裏方で活躍しています。女優業も引退はしていませんが、2021年11月には体に不調が出ていることをブログで告白しました。左股関節が原因不明の炎症を起こしているようで、外に行くときは体重をかけないよう杖をつくしかないと明かし、どうしても私が必要な現場は平気なふりして普通に歩いて仕事するのですと綴っています。レントゲンには股関節が骨折のように真っ白に映っていたといい、なんでこうなってしまったのか未だわかりませんが、痛くて歩けません、がんとは無関係と説明していました。個性派女優の広田レオナさん、結婚歴や発言などを見る限り、自由奔放な性格が魅力なのかもしれません。体調には気をつけながら、無理をせずに活動を続けてほしいですね。あなたはどう思いましたでしょうか？また元気な姿を見せてほしいと思った方は、高評価をお願いします。また、この件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたら、ニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。